けましておめでとうございます。ユーネッツゲーム TV です。ゲーム大好き沼尻です。明けましておめでとうございます。 e スポーツプレイヤーのケータです。ケータさん、今年1年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今年最初にプレイするゲームはスマホアプリ動物タワーバトルです。はい、動物タワーバトルは降ってくる動物を回転したり移動して崩れないように積み上げていくゲームです。はい、楽しいゲームなんですが、新年一発目ということで、今回は私とケータさんで対戦して、はい、このゲームを楽しみたいと思います。はい、では早速プレイしてみましょう。はい、じゃあ新年一発目よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはケータさんからですね。はい、はい、自分からです。自分はちょっと安定行動でいきます、何事も。はい、まずはゴリラを左端に。じゃあ私も、これはチンパンジー、チンパンジーですかね。オラウータン、はい、オラウータンかな。はい、テナガザル、テナガザルって書いてありましたね、左上に。なるほど、はい、さあ、トラなので、まあ、真ん中すっぽり開いてるので、そのまま行きますね。はい、ね、今年トラ年なんでね、センターに。さあ、そう、ここでキリンか、大きいな。まあ、キリン、ただまだこの段階ならここに置けるかな。そうですね、この段階だと、むしろ、転ばないでしょう。おし、むしろ次の自分が、そうですね、結構、どうすればいいですかこれ。ちょっと多分回転させずにそのまま移動して足がかかってくれれば、オッケー、その間に、おお、綺麗に綺麗にはまりましたね。でもそうなると、またテナガザルだ。この辺に多分普通に置けるかな。いいんですか、いいんですかこれ転がっていかないですかこれ。大丈夫、よし、おお、よし。まあ、おかげで、まあ、私の方も安定感が、ね、この上に置けてしまうかな。ただちょっとこれ回転させようか。あ、悩む悩む。いや、置いちゃおう。そのまま行く、行く。おお、よしよしよし。まあ、ただちょっとちょっと下のバランス悪いですね。そうですね、ただ平ら、あ、これか、あ、これはラッキーかな。次の自分がきついかも。そうですね、ここにこれ置くと平らな部分がなくなるので。あ、でもちょっと思ったより沈んじゃいましたね。あ、さあ、そうですねえ、ちょっとチェンジいきますねこれはいね、1回までチェンジいきますからね。あ、これ余計に難しくなったいや、でもさっきのクマよりは、え、置けるこれ。そのままいきますね。あ、待って待って、なんで、いや、なんか動いちゃった引っかかるかな、どっかに。あ、いや、なんかそのまま押したら移動しちゃったんですよ。言い訳はいいっすよはい、ということで今年一発目は私沼尻の勝利でした。ラケータさん、はい、なんか納得いかなそうな顔してますけど、なんか言い訳がありますか。いや、ちゃんと操作したつもりだったんで、まあちょっと今日肩の調子が良くなかったんで。肩の調子、そうそう、多分それですね、まあ、野球選手じゃないんですからということで、はい、楽しいゲーム動物タワーバトルでした。リュウネッツゲーム TV、 今年もよろしくお願いします。熱くなろうリュウネッツゲーム TV。